小学校5年生の時のお話なんですけども、以前もさせてもらったんですけども、水泳部だったんですね。で、まあその部活が終わると、職員室に行って、お盆があって、その上に氷砂糖があるんで、その1個もらって帰るんですね。ですけど、まあ、よくタイムの計測をしていたんですけども、このタイムを切ったら氷砂糖2個持ってっていいよっていう、仕組みだったんですね。で、僕らなんかはまだ5年生ですし、もう全然そのタイムに及ばないんですね。で、6年生の上手い人とか、まあ5年生もそうですけど、早い泳ぎができる人たちは、そのタイムを切って氷砂糖2個持っていくんですけども、もう僕らなんかもう全然及ばないですし、なんかもう、ムカついてきたんですね。もう、そんなタイム切れるわけやらすけばやろう、みたいな感じで思ってて。で、まあだんだんイライラしてきて、まあ、部活が終わって、その氷砂糖を、もらって帰るんですけども、まあ、2個ススッと持って帰るようになり、3つ持って帰るようになり、みたいな感じになってたんですね。で、まあ、最終的には、まあ、30何個持ってったやつもいますし、まあ、僕も負けじと、まあ、20個いかんかぐらいだったと思うんですけど、そんぐらいもらっていったんですけども、とうとう先生にバレたんですね。で、次の日、その担任の先生に、はい。部活終わった後、氷砂糖大量に持ってっている奴がいるらしいな。この中にいるだろ、立てい!って言われたんですね。で、僕はもう立ったんですね。で、まあ何人か立ったんですけども、そしたら先生が、俺は悔しいよ。情けないよ。おんにゃーおんにゃーおんにゃーと泣いたという初めて先生を泣かせたお話でした。